人形劇、パンチとジュディのキャラクターパンチとジュディは、イギリスの人形劇とそのキャラクター、及び、イギリスを中心とした、英語圏の同様である、マザー・グースの一編である。人形劇、パンチとジュディの起源は、14世紀のイタリアの伝統的な風刺劇コメディア・デラルテである。パンチは、この劇がイギリスに伝わった際に、劇に登場する、同化師プルチネルだが、 プンチネロと綴られ、それが後にパンチに縮められたものである。人形劇、パンチとジュディのイギリス初演は1662年5月、ロンドンのコベントガーデンにおいてで、17世紀に活躍したイギリスの官僚サミュエル・ピープスの日記中に記されている。人形劇、パンチとジュディ人形劇、パンチとジュディは演者により多少ストーリーの変更はあるものの、 基本はパンチが赤ん坊を放り投げ、授業棍棒で殴り倒し、その後も犬や医者、警官やワニなどを殴り倒し、死刑執行人を逆に縛り首にし、最後に悪魔を殴り倒すというのが大筋である。残酷ながらもその高頭無形などたばた喜劇は、イギリス国民の人気を集めており、夏の海岸やキャンプ場など人の多く集まる場所でよく、演じられるほか、毎年10月最初の日曜日に、 パンチとジュディフェスティバルがコベントガーデンで開かれている。また、2012年5月12日13日の2日間に、わたって、パンチとジュディ350周年のフェスティバルが、コベントガーデンで行われた。パンチジュディパンチジュディフォートフォーエーパイ、パンチゲーブジュディエノックインザアイ、セーズ、パンチ2ジュディ、ウィル・ユーブエニーモア、セーズ、ジュディ2パンチ、 マイアイズソーはパンチとジュディパンチとジュディパイの取り合いパンチがジュディのお目目に一発パンチは言ったも一ついるかいジュディは言ったお目目が痛い。ありがとうございます。